はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。出揃いましたクライマックスシリーズ、どういう展開になるかというのをですね、今日話していきたいなと。どこ出たか知ってんだろうな。もちろんですよ、当たり前じゃないですか。セ・リーグは広島、ヤクルト、巨人です。パ・リーグは西武、ソフトバンク、巨人です。はい、じゃあセ・リーグからいきましょうか。横浜とこう巨人が競って3位争いで、もう最後の最後で巨人が3位滑り込みということで、ここに来てジャイアンツの役いいな。あ、本当ですか。動かしたりとかもできるし、はい、バランスがすごく取れて、坂本は相変わらずいいでしょ。で、2番の田中が成長してきたよ。で、3番マギ、4番岡本素晴らしいね。いやすごいっすね。で、阿部がやっぱ岡本がちょっとダメな時に尻拭いをするとか、で、長野はさ、サヨナラホームラン、サヨナラヒットね。だからここに来ていいんだよね。由伸監督が結構動かすようになったよね。足の遅い選手を先の塁へ進めようとしてるよね。非常にバランスがいいし、菅野、メルセデス、これが怪我であれだったんだけど、調整がちゃんとできてる。だから俺、ジャイアンツが勝ち抜くかなとか思って。で、ヤクルトも確かにいいよ。はい、ただ、ヤクルトの場合は青木が離脱してるでしょ。青木がいかに戻ってこれるか、もう調整しても万全で戻ってくるのか。だからそこを誰が埋めるかって言ったらさ、川端を盛んに使ってるけど、川端がいまいち上がってこないんだよ。最後バレンティンがね、少し調子を上げたっていうところが安心材料だけど、はい、だから俺ジャイアンツが勝ち抜けて広島も倒しちゃうんじゃないかな。おー、その勢いでそのままっすか。で、俺広島ってさ、はい、去年負けてるでしょ、はい、確かに鈴木誠也とかいなかった。で、守備の破綻があった。トラウマになってるっていうことは確かだよね。まあそうですね。ただジャイアンツが広島に弱いんだよ、すごい。あ、出た。あ、出ましたね。出ました、ブラックタカ。もう映画見せよっていうぐらい。あれ、いや、またさ、広島の松田で弱いんだ。で、菅野をメルセデスっていう風にヤクルトに使っちゃうとさ、やっぱ投げるのが遅くなっちゃうんだよね。そうなってくると一つアドバンテージあるからな。そうですね。まあでも巨人がいいなと思いつつ、やっぱ今年は広島が行かないかんやろ。これで行けなかったらクライマックスシリーズちょっと考えた方がいいよ。ヤクルトはまだ9つかな、貯金があるから、はいはいはい、まだまだね、権利はあるとしても、ジャイアンツ5割ないでしょ。そうですね。これちょっといかんやろ。だからまあそういうことで言えば、順当で行けば広島に行ってほしいなと。パ・リーグな。パ・リーグ行きましょう。パ・リーグはね、やっぱソフトバンクだな、第1ステージ勝ち上がるのは。まあ、日本ハムと戦力の敵に見ても差がある、うん、ただ、一つの望みはソフトバンクにめちゃくちゃ強いっていう。なるほど、なるほどね。ただ、僅差でいけばソフトバンクかな。誰が投げるか分かんないけど、まあ千賀かなと思うけど、はい、だから本当に勝つとしては僅差でしか勝てない。だから一戦落とすということになるとピンチだけども、はい、総合的に見ればやっぱソフトバンクかな。で、セーブがいい。セーブ今年はね、ああ行くな、あ間違いないな。ピッチャーもそこそこ良くなってる、川田とかね。だからまあそういう意味では、あの打線を持って、はい、1年生、川田、まあ、そういうピッチャーがパッといれば、まあ間違いなくセーブは行くと思う。まあ短期決戦ですしね、まだ。だから今年は日本シリーズは、まあ、広島対セーブ、はい、まあ順当に行ってほしいですけどね、強いチームが。ただ分かんないっていう、クライマックスシリーズのまたこれが難しいところで。まあよっぽどのことがない限り、はい、まあ今年の順位通りになると思うけど、あ第一ステージは分かんないとしても、はい、まあ豊さん的見解は広島対、はい、西武、はい、で西武が日本一。おお、そこまでも松井稼頭央日本一を送り出し。なるほど、最高っすね。それでそのまま来ていただくっていう、もちろんこのチャンネルに新井は涙だで、そのまままた来てもらう。出来上がってますね、シナリオが。多いよな。いや、本当来てほしいです。まあ、はい、頑張ってほしいと。クライマックスシリーズ、頑張ってください。お願いします。